せっかく 6.2 リターの V8 のエンジンが積んでいるから、やっぱりいい音が出るようにやっちゃだよね、親父がね。今日の DIY は成功でしたね。立ち上げてみます。皆さんおはようございます。ラピュタプロジェクトが続きますよ。本当に最初からウィールとタイヤと共にやろうと思ったことは一つありましたよね。それはマフラーを買いたいなって。やっぱりトラックですからね、見た目だけじゃなくてちょっと音もね、せっかく 6.2 リターの V8 のエンジンが積んでいるから、やっぱりいい音が出るようにと思ってていろいろ調べてたんだよね。コスト的にそんなにめっちゃ高いものじゃなくて、でも音がいいやつ。俺に言わせると昔のイメージ、それとこれからこのトラックのイメージを考えると、どっちかといえばかっこいいのはこっからマフラーが出てくるように、片方だけじゃないですよ、こっちとあっちにも一本ずつが出てくるように。それか後ろからでもいいんだけど、でもねできないんですよ、なかなか簡単に。こっち側には問題はない、あっち側に問題なのはガソリンタンクがちょうどこの辺にあるので、マフラーはなかなかこっちからは出せないというのはね、ちょっといろいろ調べてる中で、本当に気に入ったデュアルエグゾースト、本当はデュアルマフラーって後ろまで行くデュアルマフラー、バンパーの下から、まあ今バンパーはないんですけど、バンパーがあったらバンパーの下からが出てくるマフラーのシステムあったんだけど、そのメーカーさんに連絡してもね、折り返しがない、メールしても折り返しがない、電話入れてメッセージ残しても折り返しがないので、使わないことにしました。お前らはそういう会社やってるのかよ、本当によくできるんだよね。逆にオンラインでね、ラプターのフォーラムとかブログとか、まあフォーラムというんだけど、ラプター同士ね、オーナー同士の、ね、情報交換をしているのはあるんですよね。ラプターフォーラムの中で、あのエグゾースト、マフラーのことを調べたら面白い情報出てきたんだよね。いろいろ調べたんだよね。その中から出てきたのはダーティーディーズという会社のこのキースさんっていう方なんですけど、オーナーさんはよくそのフォーラムに参加している方なんですけど、彼のマフラーは意外とあのシンプルで、5、6種類があるんだよね、マフラーの大きさで。同じラプターように、手作りの、意外とねコスト的にも安いで、このダーティーディーズさんのキースさんにこう電話番号が書いてあったから、日曜日の夜にね、日曜日の夜だよ、仕事しない日だよ、アメリカでは、メールしたんだよね。連絡したっていうかショートメールを入れたんだよ。でキーさんからすぐ返事が来た。で話して、ダーティディーズのマフラーを16インチのマフラーに決めたんですよ、その場で。でキーさんに、じゃあいつ納品してもらえますかって、まあ手作りですから、スティーブさんちょっと時間がかかるかもしれないけど、30日以内と。30日、まあ仕方ないんだよな、待つしかないと。そっから3日後に突然、昨日の朝これが届きました、フェデックスで。キースさんがね、もう2日で組んでくれたんだよね。まだ開けてないのですぐに見てみたいと思います。すごい箱ですね、梱包が素晴らしい。まだ見てないですよ、初めて見ます。これですね、キースさん、ダーティディーさん、早速の対応ありがとうございます。これはマフラー、こっちのマフラーから後ろ純正の部分を取り外して、これ代わりに簡単につく、簡単ですね、何でも簡単なはずなんですけど、まあそんなに難しいものではないと思うので。ラプターもやってるんだけど、いろんな車用、どっちかといえばね、タンドラ用のマフラーを作ってるそうなんで、とりあえずこれつけてみよう。あとで説明するんだけど、ちょっとね足りない、太さはね、見てほら、太さは足りない、それまたあとで考えましょうね。じゃあとりあえず取り外し作業しましょう。純正のもの、純正の音があんまりいいと言えないね。
枠にしてはね、これは普通。Whoa! Oh! Oh! これが入らないんだよ。もっとちっちゃいのがないとよ。Oh my god! Oh my god!正しくないと分かってるよ。でも青いやつがないし、これしかないのに許してね。毎日ジムに通ってるんだけど、これほどの運動なんかどんなにやったと思っても足りないないんだよ。あっちゃん助けて。あっちゃんはなんでもう水泳やってるあっちゃんの方が体力あるんじゃない。水泳のトレーニングより大変？あーちゃん汗かかくんじゃない？まだまだだよ、まだまだだよ、まだまだ。出てきたのはこれなんですよ。どんだけ重いのか、どんだけ大変だったのか。あとほら電動とか の道具がないからさ、アナログタイプしかなくて。でも出てきたんだよね、こんな大きいもの、こんな重いもの。トラックがねもう軽くなったっていうことだよね。代わりにこれが入りますね。全然違うよね。ねえあっちゃん、あのマフラーを取り出してこれ入れる前にエンジンかけてみたいんだよね。スティーブさん、スティーブさん、それやんない方がいいかもしれないよ、スティーブさん。かけてみようか。それでもさ、悪いけど、かけてみたいと思う。ね、あっちゃん。やっぱりな、一回、新しいマフラーつける前に、ノーマフラーで、この状態で、かけてみたいよね。やんちゃだよね、親父がね。あーちゃんナイスこれねえ、でもねこのままでは走れるわけにはいけないので、とりあえずはマフラーつけてみよう。ほぼ終わりですね。取り付けは簡単、取り外しの方が時間かかったんだよね。終わりですね。エンジンかけてみたいと思います。簡単でしたね。そんなに難しくはなかったんで、本当にね
長さと重さとかを考えると全然先のものより軽い。スマートだよね。これはステンレス製です。ダーティディーズさんにライオン製になってんで、これからエンジンかけるのは楽しみですね。調整とかも簡単。ハンガーは純正のものを1個だけを使う。穴を1個開けてボルトを止める。それぐらいで取り付けは OK です。エンジンかけようか。さてどういう音でしょう。全然いいんじゃないですか、前と比べて。でもね、まだ足りないところがあります。そこで、ね、足りないところはですね、ここのマフラーの型ですね。やっぱりな、この何インチかな、3インチか 2.5 インチか3インチなんだけど、ダメ、ダメ、足りない。ごっつい型が欲しいんじゃないですか。でも今日の DIY は成功でしたね。いいね。ラプタープロジェクト、これから続きます。インスタ、ツイッター、フェイスブックなどのフォローもよろしくね。これから楽しいよ、ラプターは。ドライブ行こうか。あっちゃん、なんか食べに行こうか。ね。聞きたいよな、生で。シュクー。